マーク・デビット・カナは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ軍サンノ・ゼ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のオークランドアスレチックス所属。日本のメディアでは、マーク・カンハ、マーク・キャナ、マーク・キャンハなどと表記される場合もある。ベラー・マイン・プレップ高等学校時代は、エリック・ゴーデルとチームメイトだった。高校卒業後は、 カリフォルニア大学バークレー校へ進学した。2010年の MLB ドラフト7巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで、プロデビュー。A-9、ジェームズ・タウン・ジャマーズでもプレーし、2球団合計で20試合に出場して打率。243.4本塁が、10打点、17安打を記録した。 2011年は A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレイし、107試合に出場して打率、276.25本塁打、85打点、106アンダーを記録した。2012年は A 級ジュピターハンマーヘッツでプレイし、114試合に出場して打率、293、119アンダー、6本塁打、68打点を記録した。 2013年は a 級ジャクソンビルサンズでプレーし128試合に出場して打率273116アンダー13本塁打58打点を記録した2014年はトリプル a 級ニューオーリンズゼファーズでプレーし127試合に出場して打率303141アンダー20本塁打82打点を記録した オフには、ドミニカ共和国のウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのアギラスシバエーニャスでプレーした。ここでは、17試合に出場して打率、106アンダ、1本塁打、7打点を記録した。2014年12月12日のルール5ドラフトで、コロラドロッキーズに指名されて移籍したが、 オークランドアスレチックスのビリー・ビーン・ GM が以前から獲得を視野に入れており、同日にオースティンハウス金銭とのトレードでアスレチックスへ移籍した。獲得に至った経緯としては、オフにジョシュ・ドナルドソン、ブランドン・モスをトレードで放出して、長打力不足だったチーム事情、データを重んじるアスレチックスにおいて、長打力と確かな選球眼があることなどが報じられた。2015年は、 自身初めて開幕ロースターに登録された。4月8日のテキサスレンジャーズ戦に5番一塁手一で先発出場してメジャーデビューを果たした。この試合では初アンダーを三塁打で記録するなど3アンダー4打点を記録した。4月10日のシアトルマリナーズ戦でメジャー初本塁打を記録した。この年は主に一塁と左翼手を守り124試合でプレーした。 打撃では、打率254、16本類が70打点という成績を記録した。2016年は5月に全部を痛めて離脱して手術を受けたため16試合の出場に止まった。2018年は122試合に出場し、打率249、17本類が52打点を記録した。ありがとうございます。